あれ見た、あれ見た。レジェンド芸人スポーツ競技会2024、まずは選手入場です。どうも吉本発のインド人原西です。違います。キンコンコンケンちゃん出た。ケンちゃん出た。ケンといて、ケンといて。お邪魔します。出た。ケンからほど健康応援企画としてレジェンド芸人スポーツ競技会2024が開幕。長運祈願でおなじみ箕面勝王子を舞台にレジェンド芸人たちには5種目の競技を行い合計点数を競い合ってもらいます。そして優勝者には総合得点で多かった方が優勝ということで賞金3万円を贈呈いたします。リアルな金額ね。さあ皆さん賞金欲しいか。前半戦も終わり現在の順位はこちら。後半戦果たしてどんなドラマが待ち受けているのか。さあ続いては大縄跳びです。俺は疲れるわ。持久力。ルールは至って簡単。6人全員で大縄を跳び、引っかかった人はその時点で脱落。最後まで引っかからずに残った人は10点獲得です。さあこれポジショニングが大事だと思うんですよ。なので今のところの暫定順位の下位の方からポジションを選べます。選べるの、はい。ということでまずは県からポジション決め。そら真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中ですね。ど真ん中行きたいです。一之輔と原西を端に並び順は決定。持久力が試される大縄跳び、注目は71歳でフルマラソンを完走したユミネーと毎朝10キロのランニングが日課の富吉。果たして勝ち残るのは誰なのか。じゃあ行きましょう。せーの、1、2、3、4、5。俺やな。俺やな。危なかった。ああ、一之輔師匠。ちょっとえなりさんとの兼ね合いがちょっと難しかったんですけど、アウトです。一之輔早くもここで脱落。残るは5人。せーの。さあ軽快に飛んでいる。すごいよ。ユミネさん大丈夫か。これは VAR。 ちょっと見ましょうか。はい、 VAR。 富吉さん怪しいですよ。これ富吉さん怪しいですね。嘘。俺せなりさんの足が当たったんですけども、それはまず富吉さんの足が当たってから当たってます。あ、そうなんや。わかりました。アウトです。危ないです。残るは4人。せーの、1、2、3。警戒。シュート危ない。ジャンプ、ジャンプ。飛んでなかった。飛んでなかったですけど、これはもうチャレンジなしでケンさんです。もう飛ぶことすらしてない。もう終わった思て誰か失敗して。終わることなんかないですよ。終わるって何ですか。ごめん、平行いた。終わる。アウトです。アウト。アウトです。アウト。平ぐらいこかしてくれ。最後平こきました。残ったのはこの3人。果たして生き残るのは。せーの。頑張れ。ああ、どうだ。原西さんがテクニカルです。テクニカルですよ、原西さん。さあシルクさんもギリギリ飛んでいる。ユミネさんは警戒です。リズムがいい。さあ徐々に移動してますが大丈夫でしょうか。徐々に偏っていってますよ。あ、ゆみちゃん頑張れ。あ、なんかスタミナが落ちちゃったみたいな。あ俺やな。すごい持久力ですね。持久力がすごいな。女性陣頑張るな。女性陣すごい。これはすごい。めっちゃ頑張ってんのが分かんない。すごいわ。ちょっと感動しますよなあ。ちょっと感動するよね。感動します。ほんまにすごいわ。女性陣の奮闘で最後はシルク対ユミネのタイマンバトルへ。頂点に立つのはこれで1位が決まります。さあ2人頑張って、せーの頑張れ。1、2、3、4、5。さあリズムがいい。すごいですよ。ああ走りきてる。頑張って。さあ限界が近いか。前行かないで。やや前に進んでいる。危ない。ここで諦めましたか。由美ちゃん諦めたな。いや限界まで飛んでいただきました。これは大きな拍手を。すごい、すごい。さあシルクさんいかがでした？しんどい。でも笑顔。足が動かない。この種目シルクさんが1位でございます。10点獲得です。ありがとうございます。大縄跳びはこのような結果に。女性陣2人が高得点を叩き出した。そしていよいよ最終競技。とその前に一旦食事休憩。美味しいね。美味しい。食事を堪能しているところに。さあ皆さん、お食事中すいません。そんなにすいません。こちら目の前にあるもの何かわかりますか？いや、かわいい。私物。わかりますか？この勝負ですね。賞金がかかっております。ドーピングとかしてないでしょうか。ちょっと待って。ちょっとそのあたり、正々堂々と戦っていただきたいので、私物抜き打ちでチェックさせていただきます。ちょっと待って。ドーピング検査でしょ。はい。じゃあ尿検査しなさいよ。いや。ということで、レジェンド芸人たちの抜き打ちカバンチェック。まずは。吉本新喜劇のレジェンド一之輔のカバンから。何ですかこれは。これは一番大事なやつ。必要ないでしょう。もう必要でしょう。これ必要でしょう。必要ないでしょう。これが一番必要やね私に。頭皮のダメージ。あとはお財布でしょ。あこれいろいろとこれ一番便利なんですよ。これやっぱりこうなってるんですよ。はいはい。でこれでこうやったらこうね。あ黒くなる。はい。だから地肌に触れへんから大丈夫なんですよ。あえてごまかしてんねや。いろいろ若く見せるためにやってるんですね。問題ございません。はい。ありがとうございます。はい。そりゃそうやろ。そりゃそうや。はい。意外と美容に力を入れていた一之輔。そして美容といえばやはりこの方も。さあこれは化粧品系ですよね。そうですね。いろいろ入ってます。すごくイケメンであった時にちょっとこうねちょっとしたいことできないんで、これはちょっとこうハート型になってて唇型のこういうスタンプなんですけど。ね。どこで使うんですかそれは。いやイケメンにあった時にこうキスできひんからこうやってピッて。これでキスした気持ちになる。そうそうシルクって感じ。ドーピングです。さすが美容番長、期待を裏切らない大量の美容グッズ。続いてはドン・キホーテで購入したという剣のカバン。これは何だろう。これ何が入ってるんですか。これあれや御朱印やん。御朱印。これ御朱印集めてるんですか。御朱印好きやね。こんなんな。どこ開いても真っ白なんですけど。お前好きなの？好きな証拠見して。怪しい。いっぱいあくわ。ちゃんとバッグに入れてね。そう。ギリギリすぎるんですよバッグ。ハサミが待ってないじゃん。もうちょっと大きいやつのがいいですよ。全然入らないですよ。ほっとけ。いやまあいいんですけど。財布はこのタイプですね。そうボッテガ。お札の数だけいいですか。もうかなもう。ちょっと八木さん数えてもらっていいですか。やらしいね。いいですか。ほとんど1000円ばっかりだ。合計いくらですか。15000円です。今はキャッシュレスやね、時代が。キャッシュレス。キャッシュレスや。確かに。いや、カードや。はいはいはい。カード、これカード。これスーパーですか、どこですか。これライフや。ライフのね、奥さんに言われた通り買い物をするだけのことありますね。帰りライフ寄るからね。買い物係ね。カツオに来て、ほんでライフ。全部ね、計画的。他にも、ユミレイのカバンからは。なぜか、枝豆が出てきたり。原西のバッグにはファンからもらったオリジナル帽子。これやるなあかんよ、これ。野球好きの富吉は野球雑誌など個性あふれるバッグの中身でしたが、野球が詰まったんね。この男のバッグも調査。これもう僕でかいんですよね、荷物。こんな大きいのいんのか。いや、これほんまマジいるんですよ。もういつでも泊まれるようにコップとか、うわ、ラーメンとか、どんな感じのとこに。醤油で、これレモンチューハイできるように。ほんで七味、マヨネーズです。よくこれ見たときに、ヤギめっちゃ荷物置いてあるんですよ。僕からしたら家なんですよ、これ。家を持ち歩いてるとすれば非常にコンパクトですね。そう、何泊でもできるんで。はい、ということで、まあおおむね問題ないといたしましょう。以上、レジェンド芸人私物抜き打ちチェックでした。そしてこの後、いよいよ最終対決。果たして優勝は誰の手に。レジェンド芸人スポーツ競技会、いよいよ残すは最終種目。このカツオジにふさわしい競技で戦っていただきます。それはだるまさんが転んだです。最終対決は今回の舞台カツオジのだるまにちなんだだるまさんが転んだ。ルールはヤギが鬼となったシンプルなもの。しかし道中には行く手を阻む障害物が。一つ目は脱出困難のスパイダーネット。そしてその先には激痛地獄の足つぼマッサージ。この2つの障害を乗り越え一番にゴールを超えることができるのは一体誰なのか。でポイントなんですが、そこですわ。現在の暫定順位を言いますと、1位は原西さんですね、以前。2位はシルクさん、そして3位が同率でユミ姉さんと一之輔師匠です。そして5位が同率で富水健さんと富吉さん。そんな最下位の2人にも優勝のチャンスが。1位の方だけ得点が入りまして、しかも倍の得点が入ります。つまり20点入ります。ほんだらまだ僕ら可能性。ほんだらどういうこっちゃ。可能性あります。最終戦は特別ルール。1位には20点が加算。このまま暫定1位の原西か、それともここまでいいとこなしの富吉に剣大逆転なるか。果たしてだるまさんが転んだ。ブレーキ効かず。早かったな脱落。ダサかったですよ。そう、見ててダサかったですか。止まれなかったですか。はい、止まれなかったですね。はい。何よ。もう優勝ないもんね。ないですね。こんなことではダメよ、ダメよ、ダメなのよ。ありがとうございます。出た。ここで早くも一之輔脱落。だるまさんが転んだ。ユミ姉さん、平行いた誰か今。誰ですか、誰ですか、屁こいたの。誰が肛門動いてる。ケンさんですか。誰が肛門動いてる。屁こきました。僕です。音聞こえたな、今肛門が動いてるよ。ケンさんダメですよ、屁こいちゃ。チェックして。すいません。ここから順調に進んでいき、富吉はスパイダーネットをいち早く脱出。しかし目の前には難関の激痛足つぼマッサージゾーン。果たして攻略なるか。だるまさんがこれだ。うわあ、あ痛いやろな。富吉さんが痛いところで止まった。ああって言ってる。俺ちょっともしかしたら次で超えるのか、もう一旦行くのか。だるまさんこれだ。ああ。富吉さん動きました。富吉さん。取ったのに。富吉さんゴール目前。取ったのに。やっぱこの足つぼ痛かった、痛かった。もうやっぱり勝負は何が起こるか分からんという。これ野球でいうとどういう状態。やっぱり報徳学園が1回戦負けたみたいな。足つぼ攻略ならず、残るは4人。だるまさんが転んだ。さあシルクさんがついに足つぼ。さあ、ケンさんほふく前進、しっかりと前へ進んでおります。さあ行きましょう。だるまさんが転んだ。ああ指ね。ああ指ねさん動きました。ちょっと焦ってしまいました指ねさん。脱落。対応早くして。うわー、ちょっと急ぎました。そう、もうここが難儀やね。ここ難しかったですか。ここがなかなか痛いね、痛いね、痛いね。今シルクさんが痛い状態、ちょっと今ユミ姉さんにインタビューしてるんです。大丈夫かケンちゃん。ケンさんね、ケンさんもなんとかケンさんを何を抜けようかというところですね。大丈夫です。あ、それからねシルクさんがギリギリでした。今シルクさんがギリギリで、いや最年長ユミ姉も脱落。だるまさんが転んだ。さらにここでシルクさんが動けない。動かれ。原西さん耐えろ、耐えろ。無理やー。脱落。暫定1位の原西さん脱落。足つぼ痛すぎてたまってられへん。暫定1位脱落。さあケンさんがもしかしたらこれ追いつくかもしれません。ケンさんの優勝ありますよ。大逆転あるよケンさん。確実に後ろからじわじわと進んでいたケンが2位に躍り出た。諦めてないね。ここまで見せ場のなかった暫定最下位のケン。果たして一矢報いることはできるのか。だるまさんが転んだ対決はまさかの暫定最下位トミーズケンVS シルクの一騎打ちに。だるまさんが転んだ。おお、足つぼバット一旦躊躇。避けてるな。一旦躊躇しました。ケンさん痛いからね、気をつけてくださいよ。だるまさんが転んだ。これは。これ止まってます。止まってます。止まってました。止まってた。ギリ危なかったっすよ。並びましたよ。ラスト直進のみ。果たして。勝つのはだるまさんが転んだ。どうだどうだ、動いてるのが見えたのかどうだ。いや今切った方が早かったのかもしれないですけど。また VAR ですか。ちょっと VAR お願いします。八木さんめっちゃ目合ってますよね。これどう見てもこれ八木さんと目合ってますよね。これは動いてます。シルク脱落。残るはケン一人。ゴールテープを切ればだるまさんがゴールだ。いった。1位です。やった。プラス20点。こんなことあんねや。すごい。最下位だったケン、この競技で20点獲得。これで総合得点も大きく変動し合計30ポイント。1位でございます。ありがとうございます。そして同率1位が原西さんです。なんと同点です。同点だったんや。そんなことあんねや。総合得点はまさかの同点ということで、1位決定戦を行うことに。その競技は叩いてかぶってじゃんけんポンです。俺一之輔兄さんに負けた男だ。感動をもう一回見せてください。まさに恨みっこなしの一発勝負。果たして優勝を手にするのは。せーの、叩いてかぶってじゃんけんポン。最後健さん敗れました。はい、ということで原西さん優勝おめでとうございます。さあ、ということで以上レジェンド芸人スポーツ競技会2024でした。ありがとうございました。あれ見た？あれ見た？チャンネル登録お願いします。